ウエストをキュッと引き締めたい人、太ももの付け根が気になる人におすすめなエクササイズです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、椅子を使ってウエスト、太ももの付け根を同時に鍛えられるチェアサイドプランクというのを紹介していきます。これのいいところはですね、内ももにしっかり負荷が加えるっていうことと、椅子を使うことでサイドプランクの動きがですね大きくなりますから、しっかりねウエストの横の部分を使うことができます。初級編と中級編2種目紹介していきますので、ぜひ見ながら一緒にやっていきましょう。では説明します。はい、まず椅子が安定するところでやってください。そして肘をつきますから、肘がねついて痛くないところでクッションを置くとか絨毯の上とかでやってください。まずですね、横向くんですけども、上の足を椅子の上に乗せます。そして肘の位置は肩の下です。ここから体を持ち上げて、下の足をですね上まで持ち上げています。そうすることで内転筋を使うことができます。上の内転筋、下の内転筋、両足とも鍛えることができます。これでですね、こういう感じでキープするんですけども、ここからお尻を下に下げ上げて下げ上げてっていう風にすることで、内転筋プラスお腹の横の部分をしっかり収縮させることができますので、ウエストがキュッとね引き締まることができます。これを10回です。もしこの体勢ができない人はですね、下の足も上に乗せてもらって、これでウエストだけを鍛える感じで行ってください。もしこのように足をね支えることができる人は、内転筋も一緒に使いながらウエストを鍛えていきましょう。これを各10回ずつ行います。動きのスピードとしてはですね、下ろすのゆっくり、上げるの早くです。では一緒に10回やっていきましょう。いきます。1、2、3、4、しっかり目張ります。5、6、7、8、9、10。反対いきます。いきます。お疲れ様でした。内転筋とウエストしっかり効いたと思います。普通の床でやるサイドプランクは内転筋を効かすことができないので、サイドプランクをねしながら内転筋を鍛えられる今回のチェアサイドプランク、とっても一石二鳥でいいエクササイズだと思います。慣れてくるとですね、回数いっぱいできると思いますので、10回ではなく20回とか、20回行って少し休んでまた20回とか、そういう風に分けてですねしっかり鍛えることができます。で、体がですね少し斜めになってしまうと、しっかりお腹の横がね鍛えられないので、しっかり体をまっすぐ保ってですね、お尻を上下に動かしてもらって、しっかりウエストを使ってもらうことで、しっかりお腹がねキュッと引き締まってきますんで、ぜひ何度も動画を見ながらやってもらえたらと思います。ということで、今回はウエストと太ももの付け根に効くチェアサイドプランクでした。頑張った、勉強だった、よかったらグッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。これからも少ない回数で効果的なエクササイズを紹介していきますので、チャンネル登録されてない方はですね、よかったら登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。